第一人ディペンデンスの戦い。第一人ディペンデンスの戦い。第一人ディペンデンスの戦い。は、南北戦争の1862年8月11日に、ミズーリ州弱ン軍のインディペンデンス市内で起こった、比較的小さな塔である。この戦いに勝利した南軍は、数日間弱ン軍地域を支配し、その間に徴兵担当が活動を完了できた。なお、 第二次インディペンデンスの戦いは1864年に発生しており、この時も南軍が勝利した。1862年の夏、南軍とミズーリ州軍の多くの徴兵担当がアーカンソー州から北のミズーリ州に派遣され、激減していたミシシッピ県軍の兵士を補充しようとした。そのような派遣者には、ジョーシェル B 隊員、バード・コックレル大佐、ジョン・ティ・コフィ大佐、 アプトン・ヘイズ、ジョン・チャールズ・ドレイシー、ジョン・ティー・ヒューズ、ギディオン・ W ・トンプソン、ディウィット・シー・ハンター等がいた。様々なゲリラや物資ワッカーは、ウィリアム・クアントリル等の下に、ミズーリ州で集まり、これら徴兵担当が地域で活動するのを助けていた。例えば、アプトン・ヘイズには、クアントリルの下に着く残忍で知られるジョージ・トットの、指揮する30名が援助していた。 8月1日までに、ヘイズは150名の兵士と共にリーズサミット近くに宿していた。その後の数日間でさらに多くの南軍病が地域に入り続けた。一方北軍は、ジャクソン軍の軍長所在地インディペンデンスに宿営していた。ジェームズ・ T ・ビューエル中佐が指揮していた。ミズーリ州のこの地域にある多くの町と同様、インディペンデンス住民の中には、 南北両軍への同調者が多く混ざっていた。南軍のヒューズ大佐はその故郷であるクリントン軍周辺で徴兵するためにミズーリ川を越えるつもりでいた。ヒューズとギデオン・トンプソンが75名の兵と共にヘイズの宿営地に到着した。その後、他にクアントリルと共に25名も到着した。士官たちが集まった。弾薬が乏しいので、 その徴兵活動を活気づけるためにも戦いに勝利する必要があり、ビューエルが攻撃してくる前にその部隊を吸収することにした。南軍の攻撃の前日にコールヤンガーなどがうまく街の様子を探ってきた。ビューエル中佐の方では、士官の一人であるブレッキンリッジ隊員を11日間の石膏に派遣したが、何も見つけられなかった。しかし、ビューエルは、 ヘイズの宿営地には気づいており、攻撃の準備をしていた。8月10日夜、市民数人がビューエルに、死への敵の襲撃が迫っていると警告した。北部側10人の多くが、すでに逃亡していた。ビューエルは、この警告を無視したが、部下の士官である、ロードオールド隊員はそうではなかった。北軍は3カ所に陣取っていた。岩壁に近い宿営地。 UL の作戦本部として機能する銀行及び軍監獄だった。ゲリラ指導者のウィリアム・クアントリルを含むジョン・ T ・ヒューズ大佐の南軍が2列に分かれて別々の道を進み夜明け前にインディペンデンスの街を攻撃した。彼らは街を抜けて北軍宿営地まで進み眠っていた兵士たちに破壊的な一斉射撃を見舞った。ブレッキンリッジ隊が降伏を進言したが ジェイコブ・アックスライン隊は、岸壁と近くの溝の背後戦列を作らせた。その間に、南軍兵は、宿営地を荒らして、弾薬を探していた。南軍兵は何度か、アックスラインの壁に対して、攻撃をかけたが、そこを落とせなかった。ここで、ヒューズ大佐が戦死し、トンプソンとヘイズも負傷した。ビューエル・中佐は、作戦本部に使っていた銀行ビルで、 その部隊の一部を使って抵抗しようとしていた。隣接する建物に火をつけられた後で降伏を強制された。急戦の旗の下にビューエルはすでに戦死したヒューズ大佐に代わった南軍の新しい指揮官、ギデオン・ダブル・トンプソンとの会合を手配した。ビューエルは降伏し、その部下約150名が仮釈放された。残りは逃亡するか隠れるか、あるいは殺された。 監獄を守っていた北軍兵は、あっという間に圧倒されてしまうと認識し、一斉射撃を行った後に逃亡した。南軍ゲリラ指導者、ジョージ・トットは監獄に囚われていた囚人を逃がした。その中には、市民の乱暴者を殺害した角で投獄されていた、司法案官のジェームズ・ノールズも混じっていた。トッドは、水売り州兵、第二騎兵大隊のアーロントマスタインも捕まえた。 ノールズはそれ以前の戦いで、トマスの部隊を誘導し、トットの部隊を吸収して、数名を殺害するという成功を収めたことがあった。トットのその部下は即座にノールズとトマスを処刑した。ジョージ・トットは1864年の第二次インディペンデンスの戦いで選出することになった。第一次インディペンデンスの戦いは北軍に344名の損失を出させた。 南軍の損失は不明である。インディペンデンスに駐在していた北軍兵の大半が捕虜になり数少ない兵士の集団が逃亡できた。しかし南軍の勝利にも代償を伴い経験を積んだ士官10名が死んだ。その中にはジョンティー・ヒューズ大佐がいた。またヘイズ大佐とトンプソン大佐も負傷した。 南軍はその日の午後遅くに町を離れたが、数日間は近くに泊まっていた。ヘイズは4日後に別の南軍部隊と協調して、ローンジャックに到着した北軍部隊を攻撃し、勝利したローンジャックの戦い。南軍はインディペンデンスで勝利したが、それを意義ある形勢にまで持っていけなかった。南軍はジャクソン軍地域を支配していたが、長くは続かなかった。 UL 中佐の敗北と著名市民から攻撃が迫っていると警告された者を聞き入れなかったことは広く非難された。戦いに先立つ11日間でブレッキンリッジ隊員がいかなるゲリラも見つけらなかったこと、さらにすぐに降伏を望んだことは不名誉なこととみなされた。両人は軍法会議にかけられ捕虜になった兵士は兵役解除された。 二人の士官が部下の兵士と共に解任されたので、最終的に軍法会議からは何も得られなかった。1864年6月3日、アックスライン隊員がヒックマン・ミルズの家に向かっている、途中でゲリラに殺されたジョージ・トットの部隊だった可能性がある。1864年10月、同じインディペンデンスで第二次インディペンデンスの戦いが起こった。これは、 スターリング・プライス将軍の水売り襲撃作戦の一部だった。プライスの舞台はその後のウェストポートの戦いで、大敗した。北軍ジェームズ・ティー・ビュエル・チューサー、南軍ジョン・ティー・ヒューズ大佐、順昇格。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。